はい、こんにちは。坂井ギタースクールです。コメを見てみたいと思います。先生にお尋ねします。先生は曲によってギターを変えますか？この曲にはこの音色のギターが合うので交換するかの意味です。私はクラシックギター歴はまだ2年ほどです。若い頃はエレキばかりを弾いていました。エレキは曲によってストラトやテレキャスター、レスポールと当たり前のように変えていました。同じギターでも曲の途中でもピックアップを前にしたり後ろにしたりとしますよね。クラシックギターの場合はそれができないので、映画音楽やポップスなど編曲された曲を弾くときは、この曲はシダーの音色が合う、これはスプルースかなと考えて弾いています。このような考えがなくともギターを複数本持つことは他にメリットがあるのでしょうか？それとも1本で十分とお考えですか？経済的置くスペースは論外として、もし複数本持つ場合はギターのスペック、弦長、ナット幅などは揃えた方がいいとお考えですか？はい。僕は曲によってギターは変えてないんですが、まあメインで使ってるのは1本しかないので、で、まあ音色、この曲はこのギターの音が合うからみたいな感じで変えることはまあ僕そんなにないかなという感じ。まあ経済的置くスペースとかその辺を考えずに、どんな楽器でも選べますっていうんだったらちょっと複数本持って、コンサートをするとかいうこともまああるかもしれない、あるかもしれないんだけど、どうでしょうね。まあ微妙なところです僕は。でエレキギターってストラト、テレキャス、レスポール、そうですね、クラシックギターの音色の変化とは結構比較にならないぐらいの変化がこうエレキギターっていうのはあると僕は感じてますね。まあそもそもピックアップの違いのそのね、そこの違いで出てくるまあ全然違う音っていうところがクラシックギター以上に差があるかなという気がしますね。まあだからといって僕もエレキギターは結構まあ弾きますけど、曲によってストラトからレスポールへ持ち帰るみたいなことは僕はまずしないですね。まあカバー曲をやってもうね、シングルコイルの、音で弾いてなんかいい感じだよねっていう曲からこうねハンバッカーで音を出すみたいな、なんかそういう全然こう系統の違う曲を連続してこうなんかやったりとかいう場面があるなら変えたいよねみたいな感じにはなるけど、そもそもそういうことがない、そういう状況にまあならないっていうところがあったりするので、まあライブ中、例えばライブ中に楽器を変えるとかそういうことはない。でも練習とか家で楽しんでてやっぱこの曲はストラトで弾きたいよねとかいうのはまあまあ当然あってある、あるかなとは思うんですけど、はい。で、まあストラトかレスポールかっていう、まあそういうそれはそれとして、そのピックアップをフロントにする、フロントピックアップかリアにするのかみたいな、そういうところはクラシックギター的には、弾く位置とかタッチの変化っていうので調整する部分、調整っていうのかな、弾き分ける部分ですよね。でクラシックギターはピックアップっていうのが特にないけど、そういう音色の変化は自分で作り出すものなので、
そういう変化って結構ね大きく変化つけられるところだなと思います。なのでエレキ的なそのピックアップの どっちで音を拾うのかみたいな変化はクラシックギターでは弾く場所とタッチでっていうね、でまあそれで十分そのエレキ的なそっちの部分はカバーできてる、カバーできてるっていうか、比較するとそういうことっていうことですよね。でまあシダーの音色、スプルース、の音色で、まあその系統はねもちろんあるんですけど、僕的には結局なんだろう、シダーが合うな、スプルースが合うなっていうか、その楽器を使って自分がどういう音を出せるのかっていうところがでかいんで、なんだかんだね、松か杉かみたいなそういうところで僕はあまり判断をしてないんですよね。松だろうと杉だろうと、その楽器を使って自分がどういう音を出すのかっていうところで、感じてたりします。でまあいいんですよ、こう、ああ松の音いいよねとか杉の音いいよねみたいな、そういうので楽器を選んだりとか、でこの曲ってこういうなんか松の音がいいかもしれないって思ってそれを使うとか、そういうのって別に全然いいと思います。ただ僕はそういう感覚で楽器を変えて弾くことはまあないかなっていう、だどういう曲だろう、まあどういう曲だろうとっていうとちょっとあれなんだけど、あの結局は自分で出す音のイメージで自分が作り出す音色、でその曲のイメージをこうね、こう曲のイメージで音色を変えていくのは楽器で変えていくんじゃなく自分で変えていくっていう感覚かな、どちらかというと、だそれで楽器で変えるっていうのはそれはそれで僕はありだと思いますけど、楽器が変わったから変わるかっていうと結局その人の弾き方っていうところがねやっぱりまあでかいので、楽器で音が変わるのは変わるんですけど、音の本質は、音の本質はっていうか、まあそこをね、なんだろうな、変わらない部分は変わらないんですよ。なんかちょっと難しいね。はい、ということで、僕は別に1本で十分なんだけど、あの複数本持ってその時で使い分けたいなって感じて使い分けるのはそれはそれで僕はありだと思うし、もし僕がねたくさんメインで使う楽器持ってたら、ちょっとこの気分かなって使ってると思います。でも多分一つのステージの中でじゃあこの曲はこれでこの曲はこれでみたいに曲に合わせて使い分けるってことはまあ僕はしないだろうなと思います。まあ、あの楽器によって音が変わる変わらないっていうは変わるんですけど、そうだからといってっていう感じかな。で、複数本持つ場合ギターのスペック、弦長、ナット幅などは揃えた方がいいとお考えですか。まあ揃えるなら揃えてた方があのいいんじゃないのっていう気はするんですけど、別にいろんなタイプがあってそれを使う分にはいいんじゃないかなと思います。まあ現状650と640と630となんかいろいろその時によって使い分けてます
ていう、まあ、使い分ける理由がちょっとそこはね僕はよくわかんないけど、使い分ける理由は別にないかなと思うんだけど、それをなんかいろんな、まあ、幻聴とかナット幅、に関しては、こういろんなタイプを持ってる意味がね、あるのかないのか、まあこの650だと届かないところ、この曲は630を使えば届くからみたいな使い方をする人はいるのかもしれないけど、僕は別に、そういう使い分けは何の意味もないかなっていうぐらいな感じで思ってるので、スペックは同じでいいんじゃないかと思うんだけど、別バラバラなスペックがあったとしたっていいっていう感じです。だから640を普段弾いてるのに650にしたからなんか感覚がずれて弾けなくなっちゃったっていうこともまあないと、まあそれが影響して弾けなくなっちゃう人もいるかもしれないけど、まあそこまでね影響がない状態に自分のねスペックを上げておく、スペックを上げておく、ギターのスペックが変わっても大丈夫なスペックを自分で持つみたいな、なんかそんな感じで僕は考えてますね。だからまあたまにこう、いやこの曲は松がいいよね杉がいいよねみたいな話をまあする人もねいるんですけど、僕的にはああそうだねぐらいな感じで、まあでも結局自分が出す音色がそのね木が何だろうとなんか出せれば、自分が出す音がどうなのかで作っていけばいいんじゃないぐらいな感じで思ってたりします。はい、というわけで皆さんからのコメントどしどしお待ちしております。気軽にコメントをどうぞ。